はい、今日はね深夜便と言いますか、まあ今日はちょっとまあ用事がたくさんで朝までかかるんでいろいろしながらやってるんですけどね、ネットニュースから、転職エージェント、要は専門職やな、転職紹介するサイトがね、人手不足もあってか、4年で4倍専門職やな、だから即戦力の人が欲しいっていう場合の転職サイトがね、4年で4倍の求人が増えてんのに、倒産がすごくあるっていう話なんですよ。これはねあるよ、転職サイトでもね、専門職やな、よくネットニュースでも見るな、例えば病院の先生とかね、飛行機のパイロット、あとはIT やな、 IT 関連の人で、あとは、何があれやろ、専門職ね。まあ僕ら営業なんかもどっちかといえば専門職なんですよ。この前やったかな、車屋さんと話しとったけど、営業畑にずっといてると、営業畑にいてるとね、食いっぱぐれがない、これは20代最初の頃に僕は言われました。営業はね、なんでって言ったら、営業の仕事は常にお客さん取ってくる前提やから常にね、お客さん取ってくるのが前提やから、会社にね利益を与える人間やから、まあ大抵どこも雇ってくれんでみたいな、一回はね。その代わり会社入って成績が上がれへんかったら自分から辞表を書くことになんねんな、これ営業ね。最近ね、どれぐらいやろ、5年から10年ぐらい前ぐらいからはね、営業だけじゃね、こういう風なね、転職サイトで営業だけでもね、引っかかれへん人が出てきたんですよ。5年、10年ぐらい前から。どんな営業が引っかかれんのかって言ったら、個人相手。要は、個人のお客さん相手にする営業マンはね、こういうふうな専門的な、高級やな、すごい給料が高い求人ではね、見なくなってん。すごい高い給料のね、営業マンは、一般の個人客相手はね、無理やねん。で、どんな営業やったほんでいけんのって言ったら、僕は簡単で、会社。要はね、会社を、回れる人。企業相手に、だから契約の単価が大きいやな。契約の単価が大きい、法人向け営業やったら、法人向け営業やったらね、実績とかを全部提示すれば、かなりの給料もらえます。正直。ただね、まあ営業の仕事をしてる人やったらね、まあある程度成功した営業マンやったら、ある程度成功した営業マンはね、多分人に雇われるのを嫌います。営業はみんなそうやで。わがままやから、成功した営業マンはね、必ずやけどもね、もう多分独立して自分で会社作るわ。間違いない。誰かに雇われて、誰かに雇われてやで、雇われて、せっかく取ってきたお客さんの、売上の半分以上会社が取るんやったら、もう自分で会社作るわって言って辞めていく人ほとんどやねん。こうみんなそうやで。おそらくね、このね、まあまあ、専門的な、知識のある人を、高級やな、すごい給料で雇うっていう転職サービスは、やっぱりね、諸刃の剣なんですよね。なんでって言ったら、まずは一つ理由としてあるのは、仕事ができる人間はね、会社がね、手放せんからやね。笑いながら言ってけど、ほんまやで。仕事のできる人って、仕事のできる営業マンはね、おそらくやけども会社が手放せんわ。
やめさせてくれへんっていうの。で、次、二つ目がね、まあ、専門職の強い人が、違う会社に移るかどうかについてはね、やっぱり巡り合わせはあるな。僕もね、保険会社で働いてるときに、どことは言われんけど、保険会社で働いてるときに、たまたまやな、保険会社で働いてるときに、たまたまお客さんのとこにあった名刺見て、たまたまお客さんのとこにあった名刺見て、あの、僕の携帯が直でなったことあって、で、一回会って話しましょうかって言って、で、その時、その、置いてあった名刺がきっかけで、僕は日本の保険会社から、日本の保険会社から、外資系の保険会社に移ったから。うん。日本の保険会社やな、日本の保険会社をおった時はね、一応幹部候補生っていう肩書きやって。幹部候補生。要は、ゆくゆくは、管理職になるためにある程度給料は優遇してもらってたんやけど、やっぱり外資系の会社に行ったら、その時言われたもんな、外資系の会社行ったら給料3倍になるって言われたら行くでそら外資系の会社行ったら給料3倍や言われて、リアルに3倍で行ったら、外資系の会社行ったら3倍どころじゃ済めへんかったもんな、実際。うん、僕はね、損害保険で生命保険で、その後は外資系の、生命保険で、代理店として損害保険免許持ってたからね。外資系の生命保険の会社は、損害保険の会社は自分のところで持ってないケースが多いから、損害保険だけ別で持ってたな。んで、外資系の保険会社行って、で、給料3倍になるのか、ほんま3倍になったよ。3倍以上あったわ。採用して人が増えたから、人が増えたら、増えた人の、僕が連れてきた人間が、売ってきた分の 15% ぐらいもらったのかな。手数料の 15% 僕はもらうね。採用したから。で、それがね、最大でね、一番多かった時で8人から10人以上おったで。8人から10人ぐらいおって。だもうホクホクやで。あんまりここで言う話じゃないけど、ホクホクやったもんな。けど、そのうちやな、そのうち1人2人、問題があるやつがおって、で、結果、会社はね、隠蔽する。問題は隠蔽するって言われて、僕は反対して、そのまま系列の会社やな。外資系の保険会社って上で繋がってんねや思ったもんな。その時に違う会社に移って。で、やっぱホクホクやったもんな、そこでも。ホクホクやった。まずね、外資系の保険会社行ったら、会社混んでね、契約取った時だけね、契約取った時だけ、書類だけね、早く出さなあかんから、その時は会社に行くけど、それ以外朝礼とか行かんでよかったもんな。朝礼行かなくていいね。で、1ヶ月に1回だけ、1ヶ月に1回会議ある時だけ出てこなあかんね。それとあと、週明け。休み明けに、成績優秀者の表彰があるから、休み明けの日は行ってたな。あんのよ。どことは言えへんけど、連続契約件数とか、毎週契約取ってきたら、連続10回でなんとかとか、連続15回やったらどうとかとかね。保険会社ってああいうとこ、アメとムチを使うよなと思ったけど、で、月の初めやな、月が変わって、保険会社って、ね、基本的に月末で閉めるから、月が変わって、5日から10日ぐらいやったかな、5日から10日ぐらいまでに、契約取ってきたら、お昼をごちそうなんね。お昼。
ごちそうしてくれんねん。うん、結構高いところやで。お昼ごちそうしてくれたりとかしたな。うん、だから、月末も、月末で、入れるお客さんもあったら、月末の契約で入れるお客さんもあったら、月初めに入れたら、これ2回美味しいねんな。月末で締めるまでに、月末が締めの時にお客さん取ってきたら、次の月手数料もらえるんだよな。ババーンって手数料。外資系の保険会社ババーンって手数料くんねんけど、その月末まで入れるお客さんと、月の初めに入れるお客さんやな。月の初めに入れたら、お食事会が待ってるから。今でもな、だからここにはないけどね、大阪帰ったら、事務所のとこにあるよ。連続表彰の、連続表彰の、なんか景品みたいなやつとか、盾みたいなももらったことあるしな。うん。あ、すごいね。いろいろとあるのよ。保険会社は。だから、専門職といえば専門職やわな。僕らもだから、日本の会社おった時は個人のお客さんが多かったけど、どんどん会社に行くことだったもんな。会社行って、会社の役員とか、会社のオーナーさんとかの契約って、単価すごいね。うん。言える範囲で言っといてあげるけどね。一時払い。医療保険の一時払いね。一時払いの医療保険であるね。一生分ね、一回で払うね。保険料。だから、40歳ぐらいの人でね、就寝やな。医療保険で、40歳ぐらいで一生払うね。一生分ね、一回で払ってくれる人おんね。資産家の人。ほんだら、保険料がね、将来に向かっての保険料が、だいたいね、600万とか700万ぐらいの医療保険。けどね、75歳とか80歳ぐらいで、そこまででもし生きてたら、65とか70ぐらいで生きてたら、減額一部ね、働けんようになるから、1日1万円とかいらんから、5000円とかにして、その600万とか700万ぐらい払ってもらったうちの半分だけやめてもらっても、解約返礼金がすっごいねんて。将来に向かっての保険で預かってるから、当時で言うたら大体ね、3% ぐらいの利息が複利でつくから、戻りがすごいねん。で、一時払いで払って、会社によってはね、一時払いって言うと、会社と、前期全納っていうね、一生分ずっと払うねんけど、それを途中で切り崩したらね、1万円ぐらいの医療保険でもね、結果解約返礼金引いたら、1ヶ月あたりが結局ね、800円ぐらいになりましたみたいなね、1万円の入院保障が、とか、あったんやで。で、そんなんが当たり前に売れた頃があって、すごかったもんな。そんな人たちってね、おそらくね、こういうね、すごいね、すごい給料で働きませんか、すごい給料で働きませんかって言われても、動かないのよ。居心地がいいとこにおるから。お金に困ってるわけでもないしね、給料がすごく増えたからって言って、画期的に何か変わるわけでもないからね。いやね。で、結局潰れてんねん、これ。一応念のために言ってあげるけど、次やな、今の仕事辞めよう。例えばね、今の仕事辞めようと思った時に、今の仕事辞めますわ。今の仕事辞めますわって言える人ってどれぐらいいてんねやろってことやねん。これ、こういうふうなね、特殊な求人サイトが今潰れていってんのが、ここやねん。自分で会社を辞めますさ。で、自分で言える人って、会社でね、多分1割いてないと思うで。ほとんどが、9
給料が安いし、これから先も見通しが暗いから変わるしかないやろうみたいな人ね。こういう人って次の会社が喜んで迎えてくれへんからね。すぐに仕事できるとは限れへんから。ということはお金も払ってくれへんってことやね。僕だからハローワークやな。求人出してた話してたでしょ。ハローワークに求人出してた話したけど、ハローワークですら言ってるもん。ハローワークに来る人って、ハローワーク来る人ってね、ほとんどがみんな、会社としてはいらない人ばっかりやねんて。会社でいらない人ばっかりが、ハローワークとか、求人雑誌とか見て、募集すんねん。会社としてはいらない人たちやねん、あれ。基本的に。なんでって言ったら、例えば10人の会社で10人の座席、10人の会社で10人しかいてない会社やったら、定員がね、例えば、社長がおって、10人いてる従業員よりも、10人の従業員よりも、明らかに仕事ができる人が安く雇えたら、10人の会社の社長がね、明らかに10人いてる10人よりも仕事がすごくできて、給料と考えてもこれは得やでっていう人がおったら、間違いなく会社の社長やったらその人一人入れて一人誰か辞めてもらうもんな。10人っていう枠があったら、で結局仕事のできる人は必ず後から入ってきてもいいとこに座ってんねんで。この論理で言ったら、ハローワークとかで出てる求人って、ハローワークで出てる求人ってね、正直ね、あんまええとこなんかないで。こう昔からやねん。僕でもさっき言ったでしょ。たまたまやけど、声かけてもらったやつが、外資系の保険会社やって、給料3倍くれる言うから、給料3倍や言うから、うちの嫁さんには、給料3倍って言えへんまま言ったもんな。なんでって言ったら、仕事がなかったら、給料が0円やっていうことが言われへんからやねんな、嫁はんに。結果オーライやけど、3倍もらえる給料を、うちの嫁さんに黙って、で、会社変わって、で、結果として、結果オーライやん。で、給料は渡しても、残ったお金があるから、それで、月の半分は遊んでたもんな。保険会社おった時は、外資系の時は。特に日報出せとか言えへんからね、会社。外資系の会社は。だから、一日の月の半分やな。月の半分は、どっかでご飯食べたり、遊んだり、人と会うたりすることはしてたけどな。人とは会ってたけど、ほとんどやけど、まあまともな仕事らしいことはせんでも、数字さえ上げたら結果オーライみたいなとこやったからね。だからやんな、うん、でその後またさらにやな。だからすごかったわ、あの頃考えたら。あの頃すごかったで。僕だからね、みんなで喫茶店行くやん、朝ね。朝礼、その時の会社は朝礼があってんやん。外資系の会社が朝礼あって、朝礼が終わったら、みんなで喫茶店行くんやんか。朝ごはん食べに行くね。喫茶店に。ほんだら、10人ぐらいおるから、喫茶店行っても、10人ぐらいおるから、いつもね、5000円ぐらい払ってたもん、朝なんかみんなで、打ち合わせしようぜ、言うて、今日の予定順番に聞いて、どんな見通しか聞くためにやで、喫茶店行って、モーニングやな、パン食べながらコーヒー飲んで、どうなん今日はとかってやって、ほんで、10音が20分ぐらいでパン食べて、さあ、ほんだ今日も行こうかとかって言って5000円払ってたもんな。で、僕、用事のない時は動けへんかったから、お昼、事務所におったら、まあ、3人から、まあ、多い時やったら6人ぐらいかな。お昼ご飯誘われんねやんか。浅井さん、
お昼ご飯食べに行きましょうよって言うから、あ、お昼とかって行こうかって言って、お昼食べに行くやん。ほんだら6人とか7人分出さなあかんねん、自分で出さなあかんから、お昼は壮絶やで。お昼やったらだいたいね、8000円か1万円ぐらい払ってたもん、毎日。ということはね、毎日1万5000円から2万円ぐらいを使ってんねんて。けどね、その人たちが契約取ってきたら、その手数料がそれをさらに上回るから、結果オーライやねんて。うん。そうやで、だから、夜もだから終わってからやな。会社終わってから、まっすぐ帰る日もあったけど、うちの親に今日はご飯食べて帰るからええわ、とかって言って、今日はご飯食べて帰るわって言って、帰りまた3、4人連れてご飯食べに行って、で、ね、何万円か払ってみたいなことやってたけど、当たり前やったもんな。バブルの頃じゃないで。外資系の会社ってそうやねんって。わかりやすくって、仕事ができる人と仕事ができない人やったら、仕事のできない人に居場所ってないからね。うん、だからこういうふうな、高額な求人のサイトって、許可制やねん。労働局とかで、一応まあ許可もらって、怪しくないっていうことが確認できたら、認可制でできんねんけど、結構今潰れてんのはわかるわ。うん、特にね、今なんかやったらね、よく、これはもう引き合いによく出るけど、今のゆとり世代の人やな。うちの子供なんかもやけど、ゆとり世代の人って夢がないねんて。ゆとり世代の人って夢がなくって、さらに夢がないだけやったらいいけど、多くのお金も望めんねんな。無理して仕事するのしんどいの嫌やって言って、で、結果として、低賃金、長時間労働、で、休みあれへんとかって言っても、それでも我慢すんねん。昨日やな、もう昨日なって思ったけど、昨日もご飯食べてる時に話そうって、そんな話。今の人たちに夢がない。ね。働いて、なんか、こんなもんが欲しいねんとかって、家とかね、車とか、腕時計が欲しいねんとかって、今の人言わないそうなんで、さらに、厳しくなったんじゃないのかな、今の人たちの方が。なんていうのかな、転職エージェントみたいな、専門職の強い、即戦力の人をね、求人で出すところが、人手不足、どこもだから景気上げたいから、会社の景気を上げたいから、いい人材が欲しいんやけど、そのいい人材は、会社が欲しいいい人材は、いろんな会社でもうね、ある程度の給料でね、辞めますわって言ったら給料上がったりして、どんどんね、働いてる人の環境が良くなっていくねんか、仕事のできる人は。で、今やな、今日も言ってんか、竹中平蔵のせいやっていう言い方あんねんけど、竹中平蔵が、派遣社員を認めたおかげで、結果として、低賃金の人も増えたわけやねん。で、低賃金の人が増えた分、高給取りやな、すごい給料もらう人が、恐ろしく給料もらうような世の中になってん。この10年、15年の間で。だから、高額な報酬でっていう条件付きの求人ですらね、人が集まれへん。うん、会社が話せん。もしくはね、雇われるっていうか、自分で事業を起こしてる人が多いな。僕らもだから、1年に何回かやで、働いてあった人が、働いてる人がね、会社で雇われてる人が、独立して会社作ってるって言って、作ったからって言って電話かかってくることあるもん。1年に何回も。ああ、この人やったら、そらもう、雇われてるか、給料で働くよりか、会社自分で作った方が得やなっていう人が、やっぱり自分で会社作ってるもん、今。
大体ね、一応言っといてあげるわね。独立するか、給料で働くか、独立するかね、給料で働くかの境目はね、年収ベースで見て、1年間の給料で、年収で、1000万超えたら、年収1000万超えたら、年収1000万超えんやったらね、もう会社作った方がええで。経費で見てくれるから全部。1000万超えたら。その代わり、会社作っても、800万ぐらいまで売り上げが落ちてきたら、800万一人でやっててやで、ワンマンで、800万切ってきたら、もうね、雇われた方がええで。うん。メリットないから。僕の知ってる人で、だからね、僕の知ってる人でね、自分で会社作って、独立しはってんけど、独立して株式会社作ってんけど、3年から5年ぐらいでね、またね、個人事業主になって、大きい会社の傘の下に入った人何人かおるわ。うん。あんな人なんかもそうやねん。こんなね、転職するサイトがあって、で、それを紹介する会社があって、で、そこは手数料をもらうわけやんな。会社に紹介して、いい人材を紹介して、紹介した人の年収のなんぼかもらったりすんねんけど、それがね、ずーっといい人が紹介できたらいいけど、えらい給料払ったのに、全然仕事できんやんみたいな人が出てきた結果、一気にそこが経営が危なくなったりすることもあんねん、俺。あんねん、あんねん。あんねん。僕もね、だから最近やな、またって言い方なんねんけどね。ここ1年ぐらいの間でね、1年ぐらいから、前からね、またちょっと良さそうな人やな。これから先、この人はね、上に上がる人、これから先ね、上に上がっていけそうな人がおったら、やっぱ声かけるようになったもんな、この1年ぐらいで。うん。ゆくゆくやけど、うちの会社に来えへん言うて、うちの会社、もしくは僕の知ってるとこ紹介してあげるから、そこ行けへん言うて、一回その会社から出て行ってもらって、その後やな、次をね、考えてもらうっていうことを、やっぱりするようになったな、この一年ぐらいで。うん、なった。いい人だけね。普通の人はもうそのままやけど、普通の付き合いやけど。それだけね、やっぱりね、景気がね、やっぱり、偏った景気の良さがあんねん、今。偏った。だから、すごい給料もらってる人は、すごい給料もらってる人はね、さらにもらえるようになって、もらえない人はね、さらにもらえなくなってんね、今。これはあるよ。ある。うん。僕みたいな人間でもやで、もう、何年や、15年とか20年ぐらい前の話だけど、15年で20年ぐらい前の話だけどね、僕みたいな人間でもその当時ね、100万出すって言っててんから、会社が。たまに言ってるやろ、教えてあげんで。その代わり100万円分の仕事しなあかんけどな、給料もらうだけ。みたいなところでね、やっぱりね、いい人は動けへん。仕事のできる人は会社が話せんからな。で、結局スカウトみたいな言い方やけど、まあ、うまいことどっかで探してきて、で、まあまあ、人材派遣の会社なんかが、有能な人だけを引き抜こうとすんねんけど、なかなかうまくはいけへんよっていう、そんなとこですか。まあ、自分が、その、有能なのか、まあ、無能なのかやな。自分が、能力があんの、自分が能力があると思うのか、自分には能力がないと思うのか、は自分で考えたらわかるんじゃない。僕はね、もう今、僕は申し訳ないけど、もう今もう働くこと自体諦めたから、もうこれから先も働くことはないけど、まあ管理はしなあかんことはあんねんけどね、働くことはもうないけど、うん、やっぱり選んでいった方がいいんじゃない。
自分が能力を上げていきたいと思うんやったら、どうしたら上がるのかっていうことをね、常に考えて、まあどうやろう、ざっくばらんに言ったらね、最近も言ったことある人はおんねんけど、まずはね、考え方から変えていかなきゃ。考え方、一つ目、考え方ね、今日できることは今日必ずすんねん。今日できることは今日やん。今日朝会社行って今日やろうと思ったことは今日中に全部済ますこと。で、二つ目ね、学生さんもそうやけど、分かれへんことを分かれへんままにしたらあかんねんて。今日聞いたことが分かれへん。ほんだら、分かるまで誰かに聞くか、分かるまで自分で納得するまで調べていけへんかったら、このね、二点、今日できることをするかしないかと、自分が分かれへんことを今日分かるようにするかしないかで、これね、中学生ぐらいの子供から、ええ年したおっさんおばちゃんまでやで、これができる人とできない人の差はね、すごく開いてくる。うん、若いほど、ここはこだわらなあかんとこやろうと思うで、うん、年いったらもう無理やけどな。っていう深夜便です。